Kumusta mga idol? Taong 1996, March 1, nang makalaban ng ating kababayan na si Luisito Lindol Espinosa, ang isang Mexican fighter na si Alejandro Gonzalez upang depensahan ang kanyang WBC World Featherweight title. Ito ang ikalawang pagharap nila sa ibabaw ng lona dahil noong una ay tinalo ng Mexicano itong si Luisito Espinosa sa ikalawang round lamang sa taong 1993, Agosto 13. Malaki ang kumpiyansa ng Meksikano na ma-upset niya ulit sa ikalawang pagkakataon itong ating kababayan, katulad ng ginawa niya sa una nilang laban. Itong si Alejandro Gonzalez ay tinalo ng kapwa niya Mexicano na si Manuel Medina sa taong 1995, September 23, via split decision. Kaya naman na magharap sila ni Luisito Espinosa ay tinalo ito by unanimous decision. At nang magharap na ito si Luisito Espinosa at Alejandro Gonzalez ay ito ang kauna-unahang pagdepensa ng ating kababayan sa isang title fight kontra sa Mexicano. Itong Mexicano ay may record na 37 wins, 3 losses with 26 knockouts, habang si Espinosa naman ay may record na 37 wins, 7 talo at 19 knockouts. Pero bago yan, kung ngayon ka palang napadpad dito sa aking channel, ay huwag mo namang kalimutan na mag-subscribe at click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong uploads pa natin. Alejandro Gonzalez. Maza wa 左のジャブを伸ばします。ルイシト場内の歓声。Unang round pa lang ay mainit na agad ang kanilang laban. さあ、今度はルイシト小泉。今のはダウンというふうに本人も思ったような仕草を取りましたが、さあさあ行きます。ここは本当にイケイケです。効いてますからね。ルイシトチャンス。左のフック顔面を捉える。右のフック。ボディそして顔面へと打ち明けます。焦ったような表情はゴンザレス。足元がおかしいですね。ちょっとおぼつかないですね。左のフック 足に来てますよ。そして右がぐっと伸びていきます。ルイシト一旦距離を取ります。中に飛び込んでいく。インファイトではしかしチャレンジャーの方が上ですかね。はい。そのまあ作戦としてはですね、攻めるんですけれど、はい、距離を間違えてはいけない。ああ、やはり自分のその長いリーチを生かしたそのストレートを出してロングレンジで手を出していくという作戦です。ここは一旦体を入れ替えました。ゴンザレスロープを逆に背負わせました。しかし中からアッパーからね、左フックもいいですね。今の左フック、こうして距離を取ってそして中に飛び込んでいって右のフック、右のストレートですね。あれもロングで外から行きましたね。左アッパーで起こして右ストレート、あれもう練習したパンチ先生ですね。左のボディはゴンザレス、右のアッパー、左のフック、この辺りも小さなパンチですが手数があります。ゴンザレス、まあ、頭を巻くなと、ちょっとです、ね、引き寄せるようなシーンがありましたが、この辺は怖いですね。この辺はさすがゴンサレスですね。このコミッションにどうなったんです。やはり地元メキシコということでややチャレンジャー有利というような部分もあるんでしょうか。さあそのチャレンジャーが出ていきます。ゴンサレス、ルイシト出ますね。右のストレート、コーナーに追い詰めますか。確実に伝わってたんですかね。いえ、それはもう練習で繰り返しその練習しましたね。もう指示なんか聞こえないですよ、届かないですよ。そうなりますね。観客わーわーですよね。さあここもじっくりじっくり攻めていきます。ルイシトやや落ち着いた感じ、徐々に徐々に間合いを詰めていく。ゴンザレスコーナーを背負って前に出ていきます。この辺ジャブがいいですよ。しかしこのチャレンジャーのプレッシャーというのもかなりのものがあります。
それをうまくかわしてルイシと小泉が中に入っていく。小さいパンチ、ワン・ツー・スリー・フォーと徐々に徐々にチャンピオンの顔が赤く変わってまいります。今のワン・ツー、肩越しに打ったパンチもいいパンチになってます、はい、だいぶ両者とも体が温まってきました。ゴンザレスの顔もちょっと今血が見えましたが、この3ラウンドの前にですね、私はコーナーのところにですね、はい、自分でジャブワンツー何回も打ってですね、ルイスとストレート打つんだ、ストレートだって言ったんだよね。振り回して、これだけゴンザレスが打たれるというシーンもあまり記憶にないんですが、さあここはゴンザレスも出ていく。もうカウンターをうまく取ってサイドへ動きましたね、ルイスと。中に入っていく左のボディ、ゴンザレス右ストレート。やはりこの辺のコンビネーションというのはものすごいものがありますね。ルイシと小泉、なんとか自分のペース、自分のペースという距離を取っていきます。これもかわしていきます。左のフック、ゴンザレスの左が顔面を捉えます。大歓声、今左のダブル出てきましたね。このラウンドはちょっと切ったんですね、今バッティングで。目ですか？ものすごい出血なんですね。ちょっと頭が当たりまして、右目ですね、眉毛の下ですね。ルイシとの右目の眉のあたりから、あーちょっと気にしました。今もここは出ていきます。ちょっともう右目見えないんですよね、ルイシとは。やっぱり血が目に入って見えないような状況ですか。さあイケイケムードです。もう右のストレートを伸ばしますゴンザレス。出てくるところにパンチを合わせていったルイシト。だからルイシトにはですね、もうこのラウンドが勝負だ、このラウンド倒せなかったらお前 TKO 負けになる、いけですよね指示は。あ、やはりその傷という怪我ということがかなり影響してきますか。そのぐらいひどい傷なんです。もう深さ1センチ以上あった、1センチはあったんですよね。その中で戦っておりますルイシト。だからここはもう、ね、狙ってるんです、一発狙ってるんですよ。左のフック距離を取ります。中に入っていく、あと右ストレート、グラッときた、グラッときた、ルイシトチャンスダウン。At hanggang sa ika-apat na round ay dito na bumagsak sa unang pagkakataon ang Meksikano nang makounter ito ng ating kababayan. Bumagsak ang Meksikano at halatang hirap na itong bumangon. Kaya dito na itinigil ng referee ang laban, kung saan wagi ang ating kababayan by a round 4 technical knockout. Pero bago natin tapusin ang video ito, ay shoutout po muna sa mga sulit nating subscribers dyan na laging nakatutok sa GN Boxing TV. Shoutout po kay Geraldo Oliveros, Romeo Villanueva, Jinji Sato Sato, Daniel Rillon, at sa lahat po ng bumubuo sa GN Boxing TV. Shoutout po sa inyong lahat. So yun, thank you for watching mga idol. At huwag kakalimutan na mag-subscribe. At salamat sa lahat ng sumusuporta. Peace!